で、かつ1時間半かけすぎかなって思う、うんうん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。モナリズムの中桐です。今井です。こんにちは。はい、受験質問です、はい。最近英単語の派生語や黒字の意味を覚え始めていて、毎日300語を目標に覚えているのですが、1時間半ぐらいいつも時間がかかります、派生語のいい覚え方はありますか、という質問ですね。そもそもちょっとその派生語のいい覚え方とかっていうよりも、核となるイメージをつかめば負担は増えないというか、おそらくこの単語の勉強をしている中で、そのまあそもそも単語の勉強の仕方が、あの今までやってきたのがちょっと時間かかるようなやり方になってしまってるか、あるいはまあその、おそらく単語帳1週とか2週とかして覚えたつもりになってるものの、じゃあ実際今ここでパッと聞かれて本当にすぐ答えれるかっていうと、そういう状態まで至ってないとか、多分そっちの方が原因じゃないかなというふうに、ちょっと思うので、うんうん、まあ、単語にあまり時間をかけすぎるのも、まあ、よくはないというか、バランス的にはそこは抑えたいと思うとこなんで、本当にまずは自分が使ってる単語帳の、まあ、一語一訳だけでも本当に瞬時に意味が全て出せるようになっているかっていうのをもう一度確認してからでも、派生語に関しては遅くないと思うので、うん、まあ、そっちを見直してみるのも、まあ、全然ありじゃないかなというふうに僕は思いますね、うん、その派生語というか、まあ、派生語とあともう一つ何て言うんだろう、黒字を覚えていくっていうところで、そんな覚えてな解かれへんそのレベルの大学なんかっていう精査をそもそもせなした方がいいんじゃないとは思うよ、ね、うん、例えば旧帝大とかさ、うん、総計上智とかそのあたり、うん、まあ、今やったら同志社とかもそうかな、レベル的にかなり上の英語のレベルが高い大学を受けるときには、例えばシスタンターゲットやるときも、うん、その見出し語以外のところも絶対に必要やなっていう風になる気持ちは分かる、うんうんうん、でもそれ以外の大学であれば、俺は基本1英単語につき1つの訳を覚えていく中で、うん、長文をやって自分の知ってる単語が自分の知ってる意味で出てこなかったっていう局面に遭遇した場合、うん、都度覚えるで十分やと思うよ。それは俺自身が困ったことないし、今まで俺がマナビズムでコンサルをしてる子たちでそれ以上のものを求めた子もおらん、うんうん、からまずそもそも論、自分の志望校にほんまに合った学習なのかどうかを精査するところで、仮に今俺がリストアップしたような旧帝大とか総計上智とかみたいなレベルなんですってなるんやったら、そもそも鉄壁とかに使う教材を変えた方がいい。あ、なるほど、はい、これなんでかって言ったら、単語の解説がめちゃめちゃ丁寧に書かれてるから、鉄壁は、ただ鉄壁をするってなった時にめちゃめちゃオーバーワークになる大学もいっぱいあるから、うん、一概に全員やりなさいとは絶対に言えないよ、言えないんやけど、うん、ちょっとそうやな、その上のかなり上の大学を目指す子たちは鉄壁をやりつつ語源とかを使って、あ、これがついたらこうなるやってことはみたいな、理解をしていくかな、単純暗記にせんといてほしい、うんうん、しかも時期が時期やし、うん、単純暗記にせんといてほしいから、自分の志望してる受験する大学のレベルと使ってる単語帳のレベルを見合わせた時に、必要ないならやらなくてもいい、うん、必要であるなら単語帳を変えて鉄壁ぐらいの解説が書いてあるやつにやって変えてみる、うん、でかつ1時間半かけすぎかなって思う、うんうん、演習をしてほしいかなって思う、 そうですね、うん、その単語の意味をいくら覚えたところで、長文読むときってその単語帳の意味通りというよりかは、その一文を訳すときに意味を考えることの方が大事やから、単語の直訳で考えることってあんまりないんよ、うんうんうん、文章の意味を汲み取るときって単語帳の意味通りに考えへんはずなのよ、ってなったときに、大事なのは、その何ちゅうかな、単語帳の意味通りのものをダーッと覚えていくというよりかは、今持ってる単語を派生させて、あ、これ意味はまりにくいな、でも文章全体で言ってんのこういうことやから多分こんな話かなみたいな感じで、単語の、類推をする練習であったりだとかに時間割いてほしいから、どんだけかけても30分から45分、うん、できれば30分で行ってほしいかなと。間違いないですね、うん、で派生語とか黒字は品質度合いがそんなに高いわけじゃないから、受験最後までかかってくれても全然いいよ、うんうん、だからなんかこれを9月10月までに入れなあかんっていう風にもせんでいいし、もっとかける時間を短くして、その分演習に時間を割くっていう風に計画をそもそも修正してほしいかなと思いますね。はい、はい、それではこの動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいね、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちら、ビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。